けてください。助けてください。わかりました。お願いします。乗っている瓦礫をどかしますから、待ってください。お願いします。助けて。助けて。よいしょ。ありがとう。ありがとう。気がついたら真っ暗で、叫んでも誰も来てくれなかったの。足、大丈夫？包帯？ありがとう。ここにいたら危ないわね。さあ、行きましょう。
こんなところに女がいるぞ。え、こりゃいいや。ほう、確かに結構いいんじゃないの。自信のどさくさに紛れて入り込み、好き勝手して暴れてたが、ここで女を捕まえられるとはラッキーだぜ。あんたたち、何なのよ。おお、威勢が良くていいね。とにかく、二人とも縛り上げようぜ。わかってるよ。あなたたち、話しなさいよ。あ、暴れるなよ。すぐに良くなるからよ。しっかり縛り上げろ。痛い、痛いじゃない、離してよ。手間をかけさせやがって。でも少しくらい抵抗してもらえないとこっちも盛り上がらないんじゃない。この女、気を失ってやがるぜ。どうせ俺たちは地震が起きなくても人生終わっても同然だったんだ。今さら何かして捕まろうが殺されようがどうでもいいことさ。そうだそうだ、どうせ何をやっても報われないんだ。やりたいことをやるだけだ。こいつら狂ってるわ。そうさ、狂ってるさ。おい、お楽しみは後だ。俺はまだ飲み足りねえぞ。そうだな、後でたっぷり可愛がってやるぞ。
来ないみたいね。本当にどうなるかと思ったわ。私は富田、富田かなえ。あなたは？よろしくね。高速道路まで倒れちゃって、大きな地震だったみたいね。私、フェリー乗り場に向かうためにこの駅で降りたところで地震に遭ったのよ。君はなぜ誰もいない地下鉄の駅にいたの？駅のそばを通りかかったら、偶然入り口が開いたから入ってみたの。え、そうなの？危ないよ。だけど、もしあなたが来てくれなかったら、私、今も地下鉄の駅の中で動けないままだった。本当にありがとう。ところで、君は今からどこへ行くつもり？家は近くなの？私は自分が別の土地の人間であること、たまたま今日ここにやってきたばかりであることを彼女に伝えた。そうなんだ。この辺りの人じゃないんだ。それでどこへ行こうとしているの？私もフェリー乗り場に行こうと思っているの。そうなんだ、一緒だね。じゃあ行きましょうか。いた。大丈夫よ。さあ行きましょう。Thank you.
ゃ進めないな。川崎県で発生した地震に関する情報です。警察発表の被害状況をお伝えします。現在確認されているのは死者309人、負傷者1088人とのことです。現在死者309人、負傷者1088人の方が確認されています。沿岸部におられる方にお知らせです。この地震では津波の恐れはありませんが、沿岸部の一部で地盤沈下が発生しているとのことです。沿岸部におられる方は注意をお願いします。浜湯ふ頭のフェリーターミナルでは町から出ようとしている方が大勢詰めかけているとの情報もあります。移動をする方は周辺の状況に注意して慌てずに行動してください。天気予報では川瀬県はこの後夕方頃から雨になるとのことです。雨で体が濡れたり地面がぬかるんで歩きにくくなる恐れがあります。被災された方は雨への対策をお願いします。震災で多くの方が被害に遭われていますが、それと前後して翡翠市で殺人事件がありました。アジサイ交差点の近くにある宝石店で同店のオーナーである三浦製造さんがナイフで背中を刺されているとの通報があり、警察官が駆けつけたところ死亡している三浦さんを見つけました。現場では金庫が開けられ中の物が盗まれているとのことで、警察では物取り目的とみて犯人の行方を追っています。こんなことをしてもいいんだろうか。運ばせるのかしら。あれ、この辺りにしまってあったはずなんだが。
交差点の近くにある宝石店で同店のオーナーである三浦清三さんがナイフで背中を刺されているとの通報があり、警察官が駆けつけたところ死亡している三浦さんを見つけました。この辺りにしまってあったはずなんだが。荷物を運ばせるのかしら。本当にこんなことをしてもいいんだろうか。物が倒れてくるなんて。こんなことをしてもいいんだろうか。私たちだけ残して荷物を運ばせるのかしら。あれ、この辺りにしまってあったはずなんだが。多くの方が被害に遭われていますが、それと前後して翡翠市で殺人事件がありました。アジサイ交差点の近くにある宝石店で同店のオーナーである三浦清三さんがナイフで背中を刺されているとの通報があり、警察官が駆けつけたところ死亡している三浦さんを見つけました。現場では私たちだけ残して荷物を…本当にこんなことをしてもいいんだろうか。
Thank you.
してもいいんだろうか。して私たちだけ残して荷物を運ばせるのかしら。沿岸部の一部で地盤沈下が発生しているとのことです。沿岸部におられる方は注意をお願いします。浜に私たちだけ残して荷物を運ばせるこんなことをしてもいいんだろうか。